ですね。はい、金チョコビジゼロサム。それでは準備できたら始めましょう。ステージは戦場。戦場ですね。どっちが勝ったの？どっちがじゃんけん勝ったの？キーさんですね。キーさんが、戦場戦場です。さあ、金チョコ。お互いそのキャラでも第一人者。さあ、下ないから空白。弱。さあ、ここでゼロサム一気に火力を取っていく。おっと、ワンチャンを狙っていく。さあ、このパーセントで決まれば死にますからね。まして、ビーチ上の空気よりはそんなにない。さあ、空車、おっと、グマ、うまい。痛すぎる。さあ、しっかり反応かける。おっと、踏みつけ。さあ、ゼロサム、キス、空中、ヘッド。おっと、今日のキーさん、このジャスが使われてる。あー、うまい、低い。死んじゃった。逆側に言うのか。先ほどからラナイチョコという強豪プレイヤーたちがこの空前で死にまくっている。やっぱりこの空前強化だ。ダメだ。空中ボーリングや。あと今のは危ない。そうですね。ゼロ様のこの後ろ投げ下火判断誤ると即死ですからね。ここもよくやられます。あー近すぎて、ね、ちょっと X かな。これはまあ X の頃はね、中途半端な距離でしかめないという変なことがありますからね。さあ64対56パーだが、しかしストックはまるまる1個差がついている。さあジョコゼロ様、しかし持ち前の火力で返していく。スマッシュだった。スマッシュホールドにカウンター。食らって71くらい死んでるの。なんだこのゲーム。さあリプレイお願いします。スマッシュカウンター。リプレイ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 、はい、これはひどい。なんだこのゲーム。食らって71くらいってことは 50% 台だよね。食らっただけ。そうだよ、59か8。あの反応のいいチョコさんがスマッシュホールドしたまま食らっちゃうなんて、やっぱりこのゲーム見えないな。さあ1本目、スマブラの闇が見事に展開されて取っていったのはキー。ステージ変わらず戦場。さあステージは変わらず戦場。おっと、これはチョコさんが戦場を選んだということになるのでやり返すつもりですね。さあ、クシャオとうまい影響を暴れ全方向かな。さあ、うまいピンチ、空上に重なってから空手を割っていく。うまい、横行で追い返して。さあ、チョコゼロさんもね、ここでまた一本取り返していきたいところ。さあ、今日のような事故はもう二度としたくない。おっと、うまい、空上のガードから、おっと、うまい、つかみ、強気のつかみ。さあ、空上から空上、さあ、狙っていく空手を、相打ちでもリターン勝っている。さあ、うまいぞ。おっと、これは危ない。さあ、ピンチの手を、おっと、横差し、低いぞ。低すぎでしょ。まあ、ラケットはどうあっても低いですからね。おっと、確かに強気前投げ。さあ、これは決まるか。おっと、キック決まるかと思いきや、強気のレインボーブリッジ追い返す。あと、これは決まったか。うまい、パラライザーからの空前、きっちり決めていく。さあ、ギビチ前投げ、これも低い。なんか引いたんすか。今日みんな低いですね。おっと、同性さんですぞ。さあ、空しろ。うえ、スマッシュ。しかし、これは簡単だね。さあ、野菜投げから空しろ。さあ、湧き上がり、うまい、クイズレッド通していく。さあ、4秒。あーた、ドラクエマイ、痛すぎる。やられたらやり返す。これはもう痛すぎる。お互い空前がフィニッシュブローでしたね、1ストック目。さあ、上、上、これは、これは上見、あーっと、これは止まらない。さあ、うまい、チョコゼロさんもしっかりとリスクを回避。気持ち楽かでもこのゲームできることは多い。弱で暴れ。さあ、DA、うまいですね、降りていく、ここに DA を合わせていく。さあ、空しろ。おっと、空した、強気の暴れ、通していく。さあ、崖上、厳しいぞ、チョコゼロさん。じゃないから、空しろ。さあ、ほぼ五分の年会。70% 対 49% まだ分かりません。おっと、野菜を取りつつ、うまい、DA。DA 通して。さあ、クエクエ、おっと、クシャバレ。7%、なんかさっきの、ちょっと、さっきの決まった時がこれくらいのパーセントだったぞ、ちょっと怖いぞ。さあ、しかし、ゼロ三にもですね、ウェビー下火というね、超強力なフィニッシュ技がある。さあ、お互い分かりません。もう危ないぞ、もう危ないぞ、2人とも危ないぞ。さあ、横行、うまい、追い出して、これは決まるか。おっと、これは下手も当たらず。さあ、強気に走るピーチ、横行で追い出す、ゼロ三。これは、おっと、空前に狙っていく、当たらない。さあ、上京うまい、暴れ、綺麗に暴れている。あったかいしょ、これは低い。さあ、取り返しました。2本目、一気に取り返す。チョコゼロサム。リプレイよろしく、リプレイ、リプレイよろしく。さあ、取り返す。ゲームスピード早すぎない？いやー、見事やりますね。2人ともガンガン攻めるんで、試合が早いです。ゲームスピードマジ早いんだから。まあ、多分、身内読みみたいなのもありますね、この辺りも。お互いチームでしたからね。さあ、3本目ライナーズ。あっと、ライナーズ来るぞ。よっしゃ、ライナーズ来る。
さあ容赦なし。これしかしピンチが吹き見したりしないのか。今日ライダーとクルーズを選んでそれが原因で死んだやつがいるらしいぞ。誰だ俺だった。さあ下投げ、クーマへ、クエクエ、クーちょっとは前投げうまい、下投げクーエ、おっとこれは決まりそう。ゼロサムのですね、空中コードに対して浮かす2回球打つと、あっと強気強気を通していく。さあ1回ではこれが大事。さあまあこれはガード。さあチョコザサムクーエヌ、さあ空中レッド、おっと弱うまい、そしてさあクマヒト、はい、弱おっと出して掴み通していき、これはクーエがおっと決まらない。さあクーエ、さあ93対73、やっと93対87、もう分かりませんよ、どちらもバースト力は抜群。さあこれは帰れるか、ビティおっと帰ってくる、うわークマヒット。しかしこれはさすがに位置がですね悪いですね。まあでもしっかりと状況が逆転させ、回復前に狙っていく。さあ上京人これ結構飛ぶんです。さあ決まるか、おっとクマヒこれ2回目当たらず。さあお互い怖い、おっとディこれ渡らない。さあクマヒット、あークマヒット痛い。キリさん今日クマヒ冴えてますね、だいぶ当たれますね。さあ野菜捨てから封したダメージを取っていく。さあチョコゼロ様なんとか取り返していきたい。おっと上京うまい、しかしさっきの補正が乗らないのでまだ死なない。さあ前ダッシュ掴み通して、これはクエ確定かな、ちょっと際どかったですね。さあリードは 9% ほぼ5分の展開、クーシャおっと引っかかる、当たるんだなあれ。さあうまいクーシロで追い返してリスクの少ないクーシロきっちりしていく。ゼロサムチョコゼロサム、これが X カムずっとうまい。さあクエネから掴みうまい、さあうまい今通さなかったんすごいですね、素晴らしいですね。でおっと下京じゃない横京下下、さあクエネからこれ、さあクエヌ、おっとクエシロ、これはガード、おっとうまい、つかみ、再生ダメージ長い、今のはですね、反撃もしてないですね。さあクシャバレ、投石、DA、おっと2ダメヒット。さあ野菜を抜いて、おっとうまいクエシロで反撃していく。さあゼロサム、倒せるか、そろそろ決まりそう、おっとクーマイ、これは食らわないとばかりに、はい、さあクエシロ、これは決まったか、おっと、まだ決まらない。さあこれはしかしわからないぞ、これは、おお、大垣さんも一発目、自分でやらない、これは差し返し、うまい。勝ったのはチョコ。さあ1本目ちょっとヒヤッとしましたが、やはり勝ったのはチョコゼロサム。まあでもあのバストされながらも立て直したチョコさん、さすがですね。